実は買ったんですよ。神道さんの。ありましたそんなの。これ2つあって結局1万円の方が残った。替えで買ってたんですね。余ってた。僕の後生を買ったから。あれは男ですよ。本当か。男ですか。男がいい。なんかねちょっといいの買いたいな。そうですね。無事に帰ってきて。まあそうですね。そうですね。ね。そうですよね。望みですね。はい。まあ、今回の戦利品っていうんですか、みんなよく使った、うん、ね、あんまり私使わない言葉なんだけど、買った300円の。あれ、こんなのありました？それ最後残ったんですよね、こういう次。まだ何発かあったんですよ、1個。値段言えないけど。そっか。それがいた？これがいた。これが、これが、これがちょっとやばいですね。これは、このシャリがね、板シャリが良かったんで、少しこういう風にやるでしょうね。あとは枝がここら辺カン抜きになってるんで、はい、どれか抜くようですよね。文人。文人ですね。ですね。はい。うん、戦利品です。戦利品です。はい。お値段はちょっと言えません。お値段。はい。初日の午後あたりですかね、はい。残ってたんで、はい、買いました。そうそうそう。これですね。赤松2つと、これが、カエデですね。これのだからもう一つ、うん、ちょっと小さい一番の口が最後まで売れ残ったんですけど、それもいい木だったですね、うん、はい。それと300円のココメウツギ、はい、でそれに対して Q さんは1万円のこれはい、あの人の器の差が出たかなってちょっと私も感じます。でも別にね、いや、いい木、いい木、ね、これはね難しい。カンちゃんがどう作るか、うん、カンちゃん作るんですよね、これね。カンタさんに作っていただきたい、うん、あの上を残すか下を残すかっていうのが非常に難しくて、うん、この枝ですよね、うん、これが内から出てるんで出があんまり良くないんですけど、低い位置なんで、うん、まあ使うかどうか。ヒルマさんが作ってくれてもいいですよ。いやいやカンちゃんにこれぜひ。じゃあこれをちょっとあの針金かけて作りますね、はい。まず樹形構想ですね、いつも話してる、はい、でこれについてはもうやはりここを頂点に昼間流のバチッとこう潰す、ね、もう濃い木ですもんね。ですよね。これもしかしたらあのフェス始まる前にカンちゃんが紹介して、うん、これ昼間さん買うんじゃないかなって言ったそのままくんじゃないかと思うんですけど、昼間さん買うんじゃないかな、これかこれだと思うんですけどね、まさしく買っちゃったって言うんですよね。これはね、悩ましげなんですけど、これで背が高ければ、細ければ細いほど背が高い。ちょっと葉っぱ減らしてですね、ここだけは曲げますけど、これはちょっと背を高くして作っておこうと。曲げてね、ちっちゃく作るのもあるんですけど、ぐちゃっとね、やるのもあるんですけど、これだけの細さなんで、背が高ければ、これでね、これぐらい、この細さを維持して、うん、これぐらいの高さあったらもう相当細い木になるんで、うん、ドキドキしちゃうんですけど、先やっちゃいましょうか、はい、即。人人ですね。で、ちょっとね見ると目がね、本当はもう一つ目と小枝があればいいんですけど見当たらないんで、切ります。葉を切って、赤松とか黒松の場合は葉を切って少し残しておくと、そこから芽が吹く可能性があるんですね。五葉はね、なかなか吹かないんです。それやっても、古い葉を抜いてる。そうですね、古い葉を。でそれを抜くんじゃなくて切って残してあげると。いずれにしてもこれ葉っぱつけておくと太っちゃうんで、赤松はやっぱ細く細い方がいいですね。する方がいい。面白いですよね。ドキドキ感っていうかね。ドキドキ細い。なんとか生きてるよっていうね。うん、奥の細道、天の利休の世界ですよね。はい、で、あ、つい額が出ちゃって、すみません。額が出ちゃった。出てていいか。これね、目が3つあるんですよ。はい、これも太っといけないんで、真ん中抜きますね。ポコンと。もうちょっと抜いてもいいな。黒松はね、やっぱりどうしても太りやすいんで、あの黒松の分人もあるんですけど、やっぱり分人作るなら赤松の方がいいかなっていう気がしますね。で、やっぱりこのヒョロヒョロっていう中で一箇所やっぱ厳しいとこがカクンと一箇あって、でまたここでスーッと伸びていくのが面白いと思うんで、こっちはこう後ろへ逃げるよりは前に来た方がいいんで、こっちが正面だとするとやっぱり少しこういうふうに。やりたいんで、うん、反時計回りですね。まああんまりこだわらなくていいんですけど、正面の
裏側に針金刺して半時計回りでこう出っ張ってるところをまたどっか曲げるかもしれないんで、一応そこに針金が背中が当たるように、ここは必ず、ここは角ですね、ここが当たるようにですね。これを見てから自分の、僕も同じの買ったんで、ああ、はいはいはい、やればよかったなって。ぜひ、いや、今からでも。いや、もう、昨日負けちゃった。負けちゃった。ここですね、ここはまず、ちょっとケアしながら。まあ、せっかくだから、やっぱ曲げときますかね、こういうとこね。で、これも左右左右にならないように、前後左右とか。ちょっともう一回曲を少しつけておきます。はい、うん、ここら辺は、もうその人の感性なんで、一応こんな風に正面で、はい、まあ多分この辺のどっかですね。うん、こんな感じですかね。はい、この辺りが面白いんじゃないかと思いますんで、やっぱりこう一箇所ね、うん、厳しいとこあって、まあ、途中でまたふわーっといって、少し背をね、うん、これは高く作る、するとこの細さが生きてくるっていうこと、はい、もう一丁で、これは、まず古枝を抜いて、裏から見ると結構やっぱり同じところから出てるんで、うん、まず一番いらないのはこの下のこれですね、はい、これいらないですね、これはいらなさそうなんで、釣ろうすか今。え、気づきました。あ、そう違うか。切れ味いいですね、いいですね。違うんですか、使ってて。違いますね。これですね、今 こっち側にいいのが出てるんで、とりあえずちょっといらないだから切っちゃいます、ね、はい、ここ分かりますかね、この真ん中のこのちっちゃいの、この枝の真ん中から出てる濃いやつですね、これはいらないんで。やっぱそこの塊で二枝って感じ、うん、そうですね、やっぱ二枝を作っていきたいんで、この辺、はい、この枝がたくさんあるところの上から出ちゃってるちっこいやつを切ります。この上とここに芽がありますんで、これ葉っぱだけですから、これでだいぶすっきりしました。これはね、微妙なんですけど、この枝、うん、はい、ちょっとね、葉っぱがないんで、芽だけなんで、枯れる可能性もありますし、出てくる可能性もあって、で、こっちにもありますんで、まあ、どっちでもいいやって、出たら出たで使えるし、出なかったらこっち使えばいいし、なので、とりあえず両方残しておいて、で、これは今言ったら枯れても構わない。芽が出なかったらこれ取っちゃえばいいし、出てくればこっち取るかもしれないし、はい、とりあえず枝は切らずに残しておきます。わかりました。これはこういうふうに折りたいんで、時計回りに巻いていきます、はい、そうですね、で、前にかけた傷がこういうところにあるんで、こういうところに傷があるんで、それを避けて巻くように、避けて、かつ背中に乗っかるようですね、はい、で、ピッチは短くなる可能性あるんですけど、はい、はい、角当てる方を優先して、うん、あえてちょっとここにかなりピッチ短くなったんですけど、うん、するとやっぱりこういうんでも一回曲がちょこっとあると面白いんで、一箇所一回できる低い位置で、ここですね、ここがギューッと、普通に曲がるんですね。そうですね、若いからですね。ひろさん買うんじゃないかなって言ってたやつそのものだよ、これ本当に買った本当に買った、それ聞いて買ったんですか。いや、見てたんだけど、いや、そう、どれだろうねって探しはしたんだけど、あの動画を見て、こんな感じですかね。ひろまさんの木ですね私の木になってるはい、これもね、薄ら模様をちょっとつけて、うん、キュッとやって、ちょっと出して、うん、曲も大きい曲があって、小さい曲があって、うん、で、また大きい曲があって、
でゆらーっといってカクーンと落ちる感じですよね。なるほど。であとはここら辺でやっぱ最後頭作って、この辺で頭なんですかね。一応ここ最後下下ろしましたけど、はい、差し枝になってと、はい、いうことで、もうこれはこれを維持ですね。維持、うん、でこっちはまだまだこの先どうなっていくんだろうっていう楽しみがあるですね。とりあえずここだけ癖をつけとけば、うん、あとはまたできるだけ伸ばしていってっていう作り方ですね。素朴な疑問なんですけど、はいはい、ひろまさんのすっごい曲げた木、こういう形の木が出た時って、自然じゃないっていう声がたまにあるんですよ。実際にあるのかなと思って、こういう樹形もありますね。要はガクンと落ちて割れて落ちるんですよ、うん、雪の重みとかで、はいはい、それはまあ幹でもそうですし枝でもそうですし、雑木の場合はそこも完全にブキッと折れちゃうんで、うん、ないんですけど、耐えて日伸びるっていうのはありますんで、うん、まあ、自然の厳しさって意味ではありますね。であとよくあるのが山木の赤松なんかで、うん、ここら辺がね下の方でカクンって90度曲がったやつあるんですよ。いくつか考えられるんですけど、一つはこうもともと松ってこう車に一箇所から何箇所こう何本か枝がこう横に出るんで、そのうちの一本が淘汰されてカクンっていうね90度ぐらいの枝ってよくあるんですよね。普通にあります、あの山木の赤松なんかですと。なるほど。そこら辺の厳しさをね、まあ多少表現しているというところもあるんですけど、あるんだよって言いたい、うん、そうですね、あるんだよって言いたいですね。そうよくね、はいはい、コメントが来るんですけど、あるんだぞって、あの優しいところでね、うん、あの育ってないよっていうのを言いたいって。そういうことです、はい、言いたい。そう、特にね、でも海外の人多いですね、そういうこと言う。みたいですよね、うん、なんか作為的だとかね。日本の山はあるんです。あるんです。そういうところがあるんです。そうですね、はい、あるんです。でも可愛いのできました、うん、できましたね。全然作り方が違う、同じね赤松なんですけど、全然もうこの形で維持するのと、だからこれはもう絶対もう太らせない、まあどっちもそうですよね。うん、もうこの大きさ決めちゃったんで、もう絶対太らせないで、あとは枝を充実するだけ。これで幹肌が古くなってくると、うん、そうですね、非常に風格が出ますよね。そうですね、出ますよね。これはまだまだちょっと、ここはなんか楽しみですよね。どうしていくかなっていう。そうですね、うん、ね、買った方を真似して。そうですね。でもことで買えなかった方もね、普通に育てれば作れますからね、うんうん、そうですね、種からでも。2、3年ぐらいですか。そうですね、3年ぐらい。またあとこの方生産者でねたくさん持ってるんで、うん、はい、また出ると思いますよね。はい、だ今度はあれかな、お祭りかな、5月の。そうですね、うん、盆栽やりそうな雰囲気になって。そうです ね、2年ぶり、3年ぶり、うん、2年空いたんですよね。3年ぶりですね。2年ぶりの、ね、以上で、はい、はいはい、どうもありがとうございました。よろしくお願いします。よろしく。終わりましたよ、もう終わったよ。今日の成果をありがたいお言葉とともに、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。昨日に引き続き、今日も朝からたくさんの方に来ていただいて、皆さんの解説もあり、いろんな方に購入していただいて、いろんな笑顔が見れたのでよかったかなというふうに思っております。売り上げに関しても、昨日に引き続き、いい素晴らしい数字が出ましたので、皆さんに、感謝申し上げたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、見ての通り花もいただいて本音言えちゃって。そうですね、置き場がないって言ってたのが懐かしいですけど。そうですね。ありがとうございました。ありがとうございました。次はとりあえずはお祭りに向けて、そうだね、盆栽祭りに向けて皆さん準備していただいていればいいかなと思いますので、よろしくお願いいたしま す, お願いします。はい、ありがとうございました。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 